はい、皆さんこんにちは。今日は山梨県富士急ハイランドに来ています。ソニックがいるって聞いてきたんですけど、でリングあるし、これは確かにいそうですね。ということで早速探しに行ってこようと思います。ではよっと、なんかここでテイルスの声が聞こえたような。いくつかのアトラクションではソニック、テイルス、ナックルズ、エミーがアテンドのアナウンスをしてくれてました。びっくり。みんなここで遊びを満喫してるみたいで嬉しくなっちゃいますね。おお、こういうのソニック好きそうだな。そしてこんなのも、エッグマンによって富士急ハイランドにソニックたちがワープさせられてしまった。園内を巡って仲間を探す謎解きゲーム、これも楽しそう。ていうかこのパンフレットいい印刷だな。ホットドッグのフォトスポット、ここにソニックいると思ったんだけどな。ホットドッグといえば美味しいものもいろいろ発見。ソニックスーパースターズの入れ物に入ったベルギー風フライドポテト、ボリュームたっぷりで美味しかった。他にはソニックの大好物のチリドッグもあったし、あとはジェラート、ドリンク、チュロスなどいろいろありましたよ。あちこちのお店に散らばって売ってるので、これを探し回るのも面白いかもです。さてソニックはどこにいるかな。うわすごっ。ソニックといえばゲームでも遊園地を舞台にしたステージが多いですよね。ソニックたちがこんなところに来ちゃったら、そりゃ喜んで遊び回っちゃうだろうなと思います。園内を流れるアナウンスもソニックたちがお手伝いしてましたよ。まるでソニックカラーズの園内放送みたいです。あれはエッグマンの声でしたが、富士急ハイランドではソニックたちのノリノリのトークになってます。本当に楽しんでそうで何よりです。そしてこれは、これはグリーンヒルだ。すごい、ソニックもいた。やった、会いたかったよソニック。やっぱり来てたんだね。富士急ハイランドのヒーロー、絶叫戦隊ハイランダーのお姉さんとも一緒に記念撮影、あー楽しかった。現在富士急ハイランドではソニックとのコラボレーション、ソニックスクエアが開催中です。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。では